動画制作っていうか動画出したタイミングで、はい、レモンジムにお邪魔してます。こんにちは。こんにちは。はい、ハムさん特製プロテインです。はい。今日は広島の実家に帰ってきておりました。まあ、ちょっと動画はあまり撮れてなかったので明日からしっかり撮ります。おやすみなさい。無理です。すごい格好で出たじゃん。酔っ払ってる。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、今日は火曜日です。今日はですね、福岡に帰ります。よいしょ。おはようございます。おはようございます。じゃあ行きましょうか。久しぶりですね。お久しぶりです。午後の AB ですね。 AB 入れる。まあ現地到着して、先を行ったどこ行くと思う。車内温度が上下することでございます。いいってやっぱりね、楽しまない。なんでハウステンボスやねん。ペンテレリゴンドラ乗りたいな。このリッチでこの価格でこのクオリティなかなかないんで。あ、もう追加したいの。どこだね。はいはいはい。前のそういうところ。あ、ステピー、ケピー、カバ。うわ。嬉しそう。何に行けるの？結婚。はい、ということで皆さんこんにちは、ピーキーマネと申します。興味ないです。ただあーちょティーン出ちゃった。ティーン出ちゃった。ティーンパッコン。こっちで合ってる？あ、待って、いるわ。あ、でもいい。
家帰ってきたー、ふぃー、アイムーウィズィア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 、うん、うわですね、僕が先日ですね、ミニマリストになろうというところで机を捨てて後悔したっていうツイートをしたらですね、フレキシスポットさんっていうあのスタンディングデスクですね、結構有名なスタンディングデスクをこのレビュー用としてですねちょっと送ってくださって、すごいですよね、もうマジ大感謝マジマジということで、今からあの組み立てていきたいと思います。Oh yeah. あー、これはびっしり詰まってますね。あ、やべえ、すげえ、これすげえな、これ。あー、腹部切開です。よいしょ、わ、でかっ、え、でかっ、でかっ。はい、部品がねこんな感じ、意外と数少ないですね、シンプルで。天板、うわ、ちょっと天板の色大丈夫かな、あれ大丈夫かな、合うかな、なんだってんだい。どうすか、ちょっと机っぽくなってきた感あるくないですか。足がねできてきました。おい、おー、机っぽくなってきたよ、これみたいと思います。えい、おお、はい、今作業するってなったらこんな感じですね。物が少なかったらこれ1個ですごい、なんだろう、まとまりがある感じにはなると思うので、まあいいんじゃないかなという感じです。はい、ということでフレキシスポットさんのスタンディングデスクです。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はそこからチェックしてください。よいしょな、おお、バタフライスイエーやるかい。よろあんたしちゃダメよ、ええ、おしゃひるきゅあんたパパよりおしゃれしそうじゃない、あんた贅沢やね。おでこどうしたんだ
はい、コーチング相談窓口です。はい、こちら視聴者の方にいただいたクラフトビールハンド飲んでみたいと思います。おお、うまいわ、うまい。ちなみにこのビールハンドはですね、僕の出身広島県福山市が産地です。そういうのもいいっすよね。2本目いっちゃいます。なんかフルーティーなんですけどね、コクがありますね。おはようM 散歩しようかの、美味しかったです。はい、今日のお湯加減はいかがでした？はい、よはい、今日の相棒はこいつ、木の実ドライジン。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、ということで今週もルーティン動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、今週はですね、僕の広島の実家から始まりまして、でその次の日は福岡の博多に行ってピンキー前野と一日過ごして、で、約3週間ぶりぐらいですかね、北九州にあるこの家に帰ってきたと。やっぱりめっちゃ癒されますね、本当に。まあ、近くに自然、大自然があるっていうのもそうだし、息子に会ってね、一緒に遊んだり散歩したりっていうところで、めちゃくちゃリフレッシュできた、そんな1週間でした。で、この1週間の気づきとか学びで言うと、まあ、やっぱりご縁を大切にして生きていきたいなっていうのをすごく改めて思ったっていうのがあって、まあ、例えば今週だとピンキー前野っていうね、昔僕がゴールビーの大阪でパーソナルジムをね、一緒に回してた相棒なんですけども、まあ彼は今一人でやってるんですけど、まあそういう人に会うとやっぱすごくパワーもらえるし、まあ今後もね、今は違うところにいても多分何かしらでまた一緒にやっていくこともあるかもしれないし、で、昨日とかだとね、密着動画で松田正幸っていうゴールビーの創業メンバーの人の動画を上げたんですけど、まあ彼もそれね、今はゴールビーとは別のところでやってるんですけど、また巡り巡って一緒に仕事することがあるかもしれないし、まあもし何かね、僕が困ったこととか、逆に向こうが困ってるようなことがあれば、何かね、手を取り合って支えていきたいしっていうのがあるんで、まあこういうね、一度きりの人生で出会ったっていうご縁、これは本当に大切にして生きていきたいなっていうのを改めて思いました。で、今だったら僕、コーチング相談窓口ってところで、1ヶ月でだいたい30名ぐらいの方とね、ラフにお話しさせてもらってるんですけど、で、その方からね、今週はビールもらったりだとか、そういうところで本当にこう、ご縁とか巡ってるので、そういったのをね、大切にしていきたいなと
思ってますマジで。で、アナウンスとしてまた4月分のですねコーチング相談窓口僕の枠を開放しましたので、大体30名ぐらいですかね、はい。まあ、ありがたいことにいつも本当に開放した当日とかにサクッとね埋まっちゃうっていう現実があるので、まあ僕と何かね話したいとか、まあ、基本的にコーチングにまつわるお話っていうのをメインに扱うんですけれども、まあそれとはまたちょっと話がそれたね、僕のところで何かお役立ちできるようなところがあれば何でも聞いてくださいという時間を設けておりますので、まあ、興味ある方はぜひ概要欄から申し込んでみてください。はい、ということでまたお会いできると今日楽しみにしております。明日からも頑張っていきましょう。バイバイ。